しくお願いします。としのみゆです。ということでね、なんだっけ、そう、FIFA 20監督キャリア、まあ、今回もね、FIFA ワールドカップ、まあ、本戦ですね、本戦のグループステージ、ところから、代表ですね、僕が監督をなぜか引き受けたフィンランド代表の試合をやっていきたいと思うんですけども、まあ、その前に、ちょっと前のね、会議言ってたように、まあ、ちょっと、別のチームに移籍しようかなと思ってまして、まあ、ちょっとそのオファーを出したところを、向こうから、ぜひということでね、まあ、こうやって、監督職のオファーで、来ました。フェネルバッチェですね。まあ、この前の、なんか、何今までいたところか、デニスでは、カップ戦で、ちょっとボコボコにされた、僕たちが勝てなかったフェネルバフチェに、まあ、行こうかなと思います。まあ、トルコでね、1位だったんで、フェネルバフチェは、チャンピオンズリーグの出場権を持ってるんで、ここに行ってチャンピオンズリーグ戦っていこうかなと思います。では、まず移籍していきましょう。うん。はい、ということでね、まあ、フェネルバフチェに、来ました。まあ、ということで、こっち側で、まあ、どんな風に、チーム作っていくかっていうのは、まあ、また今度の話で、まあ、今回はとりあえずね、移籍しましたっていうのだけ言いつつ、普通に、代表戦までやっていきましょう。うん。はい、ということでね、まあ、日程を進めて、まあ、イタリアとですね、まあ、このグループの大本命でしょうね、イタリア。うん。ここで、勝てれば、本当に突破の可能性は、でかいというか、イタリア、ギリシャ、カメルーン。まあ、イタリア、ですよね。やっぱ一番の敵は多分。うん。ここをしっかり落とさないように頑張っていきたいと思います。それではやっていきましょう。スタジアムは素晴らしいコンディションになりました。実況は私、西岡明彦。解説には福西隆さんをお迎えしています。やっていきましょう。イタリア対フィンランド。注目を集める試合になるでしょうね。しっかり勝っていきたい。グループステージを勝ち抜くには、ここも大事な一戦になりましたね、うん。白熱した試合を期待しましょう。イタリア、ここは盾をつくでしょうか。やばいやばいやばい。開幕からすごい走ってくる。やだ。インシーニ。この試合マジで大事だからね。先のことを考えすぎました。でもどうだろう。大事だけど。こちらが今日のスタートです。まあ、ぶっちゃけイタリアに負けるのは、まあ、多分仕方ないっていうか、ね、このグループステージはイタリアは全勝して抜けると思うから、僕らが勝たない限り。まあね、引き分けでも取れたらね、全然強いというか、うん。2位突破でもいいって思うなぐらい、この試合はしっかり引き分けでも狙えば。でも僕は勝ちたいな。あっと、危ない激しく寄せていきましたね。うん、クロスされたかったけど、ちょっとタイミングを考えてたら、行きすぎちゃった。てか眩しくない？このスタジアムめっちゃ眩しいんだけど。厳しい。よし。うん。そう、僕のね、ノリッチシティ時代の同僚、プッキが、うちのワントップです。できればやっぱプッキに点取らせてあげたいけどね、こういう大きい舞台で。なんだ、多分僕がフィンランドの代表監督にいるのが、まあ、あれだね。まあ、ゲームだから、単純に、まあ、来ただけなんだけど、そのオファーは。ああ、やっぱり惜しい。そう。まあ、ちょっと現実的に考えるなら、間違いなく、武器からの、あれだよね。助言だよね。あいつは選手時代からすげえ考えてプレーしてたし、結構いいよ、みたいな。トルコで結果出してるし、全然、サイドへパスを出します。あるよ、みたいな。ちょっと口添えしてくるのは間違いなく武器だからな。さあ、どうだ？すごい厳しい。クロスはチャンスになりません。得点もあり得た場面でしたが、このボールはカットされました。あ、復帰に応えてあげたい。うまく読んだインターセプト。よし。何かしてきそうですが。いいよ。ここから狙うのか。クロスを上げたい。クロスを上げる。どうだこれ。オッケー、復帰。言ってた通り、復帰でイタリア相手にヘディング。いやー、これはいいね。ノーティッツシティの同僚が、大舞台で決めました。ナイス
すぎる。イタリア相手っていうのがすごいよ、これ。うん。ナイス、ナイス。これは、グループリーグ突破できるかもしれない。正直、イタリアに勝てればもうほぼ突破したようなもんでしょう。実際。さすがにこのリーグで、このグループで、イタリアに勝てたら突破できる。いけるいけるいける。熱いよ、これ。いや、やばい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 。クロスは止めたい。危ない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 。オッケーオッケー。さあ、コーナー。いや、ほんとき、あのさ、影と影じゃない部分の差が激しくてさ、すごい見づらいんだけど、このゲーム。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。このコーナーすごい見づらい。やばいか、これ。ナイスキーパー。いいねー、ナイスキーパー。うん。キーパーはどこだっけ？レバークーゼンかな？の、キーパーですね。よし。よし。他はあんまり、どこの選手ですっていうほどの選手が、わかんない。いるのかもしれないけど、ちょっと僕あんまり、わかってないけど。うん。よし、いいよ。いいよ。さあ、どうだ？いやー惜しい。これは抜けちゃった。なんとかプレーを切りました。さあもう前半が終わりそうですね。アディショナルタイム。ロレンツ・インシーニ。いや、いいよ。イタリア相手に1点勝ち越した状態で前半が終了しようとしている。さあ、終了した。いいね。これは勝てる。残るは45分。後半戦キックオフです。さあ、後半キックオフです。よし。あ、これ走って。見事な視野です。いいよ。からのここ出して。何かしてきそうですが。ごめん。これワンタッチでもう一個中にスルー出せたな。今惜しかった、うん。ここはディフェンスの戻りが早い。カウンターを防ぎました。止め、止めたけど、止めたけどだな。さあ味方も連動して動いてくる。ロレンツ・インシーニ。やばい、やばい、これやばい。ああ。さすがに厳しい。やっぱイタリアは強いな。普通に崩されたね。ちょっと頑張って取り返そう。よし。もう1点入れて、しっかりと勝ちを手に入れていきたい。さあ、走ろう。いいよ。この選手速いからね、足。これ惜しい。でもこれまだうちのボールになる。よし、いいよ。チャンスにできるか。アレクサンデル・リング。いいよ、プキ。プキ、プキ。クロスバーに当たった。ダメか。惜しい、今の。惜しい。これはチームを救ったプレーです。ほとんど入ってたでしょう。ゴールラインギリギリのところでクリア。やば、それ拾ってくんの？やば。ここはディフェンスが見事でした。敵陣へボールを運ぶ。今の完璧だと思ったんだけどな。サイドをえぐってまずいよ、まずいよ。オッケー、これは弾ける。弾いて。キーパーナイス、危ない。うん。フェデリコ・ベルナルデス。これやばそう、これやばそう。これはまずい。これ僕の苦手なやつ。やばい。あ、危ない。危なすぎた。いやー、ギリギリ、ギリギリ耐えたね、本当に。うん。やばすぎる、今のは。よし。ルーカス・フラデスキー。今の耐えたのはでかいよ、本当に。勝利を取りに行くのか。ベンチの選択。引き分けでいいよ、引き分けでいいかもしれない、これは。いや、イタリア相手に引き分けだったら、このグループは抜けれるから、全然。ここは無理する場面じゃない。よし。土壇場で勝ち越しのチャンス。無理する場面じゃないって言いながら、攻めちゃうな。ドリブルで前に出ます。どうだ？クロスが入った。ダメだ。ダメです。うん、でもアディショナルタイムだからもうこれ、さすがに負けはない。こっから入ることはない。よし。オッケー。イタリア相手に1対1引き分けは全然ありじゃないですか？プッキーも入れてくれたしね。全然悪くないと思います。うん。スタジアムは素晴らしいコンディションになりました。実況は私、西岡明彦。解説には福西崇史さんをお迎えしています。グループステージのこの一戦、大一番を前に会場は興奮のルースボードを化しています。2戦目はフィンランド対ギリシャです。やっていきましょう。すごい試合になりそうですね。うん、
グループステージを勝ち抜くにはここも大事な一戦になりましたね。ギリシャ相手にどこまでやってくる、まあ、ギリシャは多分フィンランドとほぼ同じぐらいなんですかね。この試合の先発メンバーはご覧の通りです、うん、なので、まあ、イタリアに引き分けた我々ならここは勝たなきゃいけないと思う。前線の選手の頑張っていきたいですね。よし、さあ走り抜けていく。広く空いています。よいしょ、蹴るか。さあどうする、しっかりとポゼッションしてチャンスを作って打ちに行きたい。いい位置です。あー、ダメです。いやでもまだ僕らのボールです。何をしてくるのか。今のパスで完全に崩しました。さあこれは完璧じゃない。シュート、あーダメか。キーパーが外に弾き出しました。惜しい。かなり綺麗に崩した感じするね。今でもあの調子なら点が入ると思う。チャンスにはなりませんでした、うん、よし、いいよいいよいいよ。よし、コンスタンティノス・フォルトゥニス。ここからどうするのか。チャンスにできるか。見事なスルーパス。やばいやばい、ナイス。ギリギリ止まった。あ、やばい、止まってない。止まってない。入れば1点リード。入りました。やってしまった。ここで均衡が崩れます。やばい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 。この瞬間を待ち望んでいたんではないでしょうか。いやー、先制された。厳しいね。ちょっと待って待って待って。もう舐めちゃいけないってもんね。一応代表だからね、普通に。しかも、普通に強いからね、相手。イタリアに引き分けたからといって、ギリシャを舐めていいわけではなかった。うん。牽制されてしまいましたね。うん、よし、サイドからの攻撃を狙います。あ、いいよ。あ、ダメだ。これはでも相手クリアして、うちのボール。スローインでのリスタートとなります、うん、よし。ロビン・ロド、ここから狙うのか。あ、いいんじゃない。さあ、いける。これはこれは決める。1対1の場面でしたが、キーパーが見事に対処しました。マジで？思い切りが良かったんですかね。これは決めれたと思ったな。まあ、ちょっと確かにキーパー正面すぎたな、シュートが。ボールが中央へ向かう。惜しい。コーナーはディフェンダーを止めません。あ、惜しい。これもでもいい感じだから、もう一本コーナー。さあ、これ蹴って、これで決めていこう。ボールを入れました。どうだ？あ、ダメですね。よし。でもこれもまだ僕のボール。僕のボールじゃないの？ちょっと待って、それ取られるのか。ボールを取った。ごめん。それは舐めてた。コンスタンティノス・フォルトゥニス。これは届いて、届いて。まずい、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 まずい。まずい。サーポストに入れた。危ない。ナルツキーが防いだものの、プレーは続いています。オッケー、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 オッケー。いやー、とまずいか。まずそうだね。ディミトリオス・クルベリス。コンスタンティノス・フォルトゥニス。よし、オッケー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 。体を寄せる。体に当ててクロスブロック。マジで？ここで交代ですね。ファウルした記憶はないんですけどね。この選手、今日も素晴らしい活躍を見せてくれました。ね、キーパーの対応、ね、ピンチをしのいだ。まだ危ないよ、でも。キーパーの守備範囲です。キーパー、いや、キーパーにめっちゃ助けられるな。もう一旦クリアしたいでしょうね。待って、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 はい、え？どういうこと？ゴールです。ちょっと待って。僕の知らない操作が出た。何をしちゃったんだろう、僕。キーパーがボール落としちゃった。え、その操作僕知らないんだけど。やっちゃった、これ。やばいな。これはやらかしてる。うん。やばい、やばい、やばい。ディフェンダーのタックルに阻まれます。交代選手がピッチの脇に待機しています。いやー、これはまずいよ、本当に。さあ、どうしよう。何をしてくるのか。ここからどうするのか。いやー、ちょ、いい位置です。どこから行けばいいのか。ちょっと、うん、行ける。さっき、あはは、ナイス。いやー、プッキーが決めてくれ た, た。やっぱノリッチシティのエースですからね、プッキー。プレミアですから。きっちりと点を返しました。ナイス、ナイス。少ないチャンスでしたから、焦ったんでしょうか。よし。あ、マジで、ね、なんでそうなるの。パスのミスがひどい。ここから狙うのか。パーだし。このままプレーさせます。チャンス、スペースに見事なスルーパス。やばい、これキーパー終わったー。ゴール、いや、
しまった。圧倒的内容で試合を支配しています。アディショナルタイムだけで2点は無理だよ。ゴールの確率がぐっと上がりますね。予測も良かったですね。うまくディフェンダーを外しました。無理だね。このボールは重要です。GG です。これは勝てません。コスタスマノラス、ここはパスミスになりました。ボールを失います。あ、でも最後の最後に1点入れるチャンス。あー、マジか。これも入らない。なんという反応でしょう。これはどうしようもないね。でした。このチャンスで勝てなかったらもう、まあ、どっちにしても入れてもコーナーから中へ。このボールは相手にクリアされました。何をしてくるのか。いやー、試合終了です。グループステージの強いな、ギリシャ。マジか、負けちゃった。これは入らない。いやー、やってしまいました。これは厳しい。ギリシャ相手に負けたことで今グループ最下位と、これはちょっと厳しいですね。うん、次回カメルーン戦が、ま、グループステージ突破を決めれるか。いや、厳しいかな、わかんないけど、その可能性を作ってくれるのは次回のカメルーン戦。うん、勝てばね、多分イタリアはギリシャに勝つから、うん、突破できると思う。ということでね、まあ、次回はカメルーン戦やっていきたいと思います。それでは、今回はここまで。お疲れ様でした。またねー。